で、そこはね、取り外しのできる2段ベッド、常設にできるようなので、そこで寝ることもできる。そうやって取り外しといてあげると、ソファーとして使えるんですね。あ、なるほどね。だからこの机が使えるんじゃないですかね。みるみるランド。はい、大梅水産のゼロを見ていきます。新車です。うん、ちょっと珍しい、なかなかね、見ないですね。ね、注目度高いですね。皆さんすごい見てらっしゃる、うん、で、外部電源がね、ここから取り込めるようになってます。はい、なのでラップコーンがもうセットされてあります。でその前にシンクがありますね。こちらです。はい、シンクちゃんとあります。見えます、うん、はい、これぐらいなので、ちょっとした洗い物は対応できる。電子レンジもついてるしね。ちょっとお弁当をね、温めて食べる。で電気もこっちについてるので、意外とね使いやすい。ここはシンクタンクだと思いますね。はい、タンクです。タンク出てきました。ここがあれですか、床下収納。これはただの容量取るために囲ってあるタイプです、ね、ここはさすがに風呂としては使えなさそうですね。お風呂ではないです。これテーブル外で使えるのかな。これただ中でも使えるんじゃないかな。中でも外でも、中で使うやつか。中で使えるやつだと思います。普通外で使えるやつだと、ここら辺にコネクターが出てくる。はい、で ここに説明があります。完全に展開されてますね。展開してますか。ああ大丈夫で ですか。あ、お願いします。展開しといてください。 あそこはね、取り外しのできる2段ベッド、常設にできるようなので、そこで寝ることもできる。そうやって取り外しといてあげると、ソファーとして使えるんですね。あ、なるほどね。だからこの机が使えるんじゃないですかね、うんうんうん、ソファーでも2段ベッドでも使えますよ。でこちらね、今リビングルームに展開されているので、後ろ向きですけど、走行時は反対側を向くことができそうです、うん。こちら側にもちゃんと椅子があるので、こちらもね定員になっているので座れます。もうこんな感じの展開になると、はい、こういう形でテーブルがね、うん、使えるので、ここを台に使わないときは台にして物を置いたりとか、あとはラップコン使うときはちゃんとくるっと、そう、はい、することができるみたいです。これはここに収納されます。あ、そうなんですね。あ、ここに来るんですね。でこれがパタンって降りてくると、ここが台になって荷物置けたりとかするってことですね。あ、すごいいいですね。でここが立ち位置で、はいはい、こうってあるんですね。ここが収納スペースとしてもちょっと使える。3人が収納ですね。おー、はい、そんな感じで使えます。の冷蔵庫がついております。大きなペットボトルもね使え、うん、ここに入れることができますし、こちらね冷凍庫としても使えます。電気関係のものが全部収納されています、はい、こちらねミニクーラーがついているので、就寝時にね涼しく寝ることができるようにセッティングされてます。はい、じゃあちょっとね中の方が、うん、まあ、ちゃんとね、座ってとき全然ここで余裕があります、ね、あとカーテンもしっかりついてるので、プライベート空間も保たれています。いいですね。こっちにも座れるし、なんかリラックスできる感じです。いい、なんならこうやって座ることも、あ、それいいね、できますね。だから結構快適
はあはあ、見る見るランド。はい、こちら、ゼロです。乗車定員が6名、就寝定員が3名、全長 4.6m、 幅が 1.6m、 高さが 1.9m です。ベース車両がハイエース、スーパージール、ガソリンで走ります。お値段が639万円です。みるみるランド。はい、OMC さんのゼロなんですけども、こちらですね、日常の足にも使用可能なコンパクトボディに、キャンプはもちろん災害時のシェルターとしても使える重力装備を詰め込んだキャンピングカーというふうになってます。はい、でもうね、本当にあの日常の足としても使えるコンパクトボディということで、ハイエースの、ね、ナローボディですね。で、乗車定員6名で就寝定員が3名になってますと。で、このようなレイアウトなんですけども、まあ、こうやってね、見るとすごい分かりやすいですよね。運転席、助手席があって、で、ここに冷蔵庫とクーラーがありますと。で、ここが2段ベッドになっていて、で、後ろにラップポンのトイレがありますと。で、テーブルを囲んで、ここ、シートですね、2つ対面であって、で、後ろ、ここに電子レンジがありますと。はい、で主な装備と機能ということで、まず対面ダイネットですね。独立した2人用のダイネットがあって、窓の景色を見ながらのんびりお食事などを楽しめますということですね。はい、このテーブルを囲んで、ここで対面でですね、何か飲み物飲んだりだとか食事をしながらと、でここでまったりくつろぐことができますよと。でしかもね、ここ冷蔵庫あるから、なんか飲み物すぐね、この人こうパッて取り出すことができますよね。はい、であとは、乗車モード、さっき見たこの対面シートなんですけど、これをですね、ここの前のセカンドシートをくるっと前に向けることによって、2列目3列目走行時前向きで使用できますと。はい、こういう風にですね、走行時は、ここに前向きにして、こうやってここに乗ることもできますと。でベッドなんですけども、3人分の独立したベッドが簡単にセッティングできますよということで、はい、ここがですね、2段ベッドになって、でここもベッド展開することによって、1、2、3と3人がね、大人3人がゆっくり就寝できるベッドスペースになりますと。であと冷蔵庫ですね。はい、横開きの冷蔵庫がここに設置されてますと。であと冷蔵庫の上にミニクーラーもついてます。ベース車のエアコンで車内を冷やしておくことで、ペット乗車時や寝苦しい夜も快適ですということですね。はい、このミニクーラーもついてます。ほんとね、ペット連れワンちゃんとかいるとね、やっぱ車内の温度ってかなり夏場とか上がってっちゃうんで、まあ、こういうので冷やしておくといいですよね。であとソーラーパネル、至れり尽くせりの、充電システムで災害時の電源としても活用できますということで、ソーラーパネルあるとね、やっぱり電気の心配がいらなくなるので、これはすごい嬉しい機能ですよね。でやっぱり災害時の、災害時の時もね、やっぱこういうのあると電源の確保っていうのができるので、すごい役立つんじゃないかなというふうに思います。であとラップポンですね。はい、水を使わずに災害時にも威力を発揮するトイレですよということで、こちらもね、ソーラーパネル同様、やっぱり災害時にこういうのがあると、安心して使えるんじゃないかなというふうに思います。であと床下収納ですね、まあ、これも標準装備されてますよと、まあ、ここにね、荷物入れられるので、ちょっとしたね、荷物、まあ、ゴミとかね、出たらゴミとかも入れておくこともできるし、まあ、蓋もできるから匂いも上がってこないので、まあ、いろんなね、用途で使えるかなというふうに思います。であとリアスペース、コンパクトなベース車ながらリアへのアクセスも容易にできますよと。はい、で後ろね、トイレスペースでこうなんかちょっと分かれてる感じなんですけど、ここがね、こうスルスルっとこう行き来しやすいですと。うん、ハイエースのね、ナローボディっていうとやっぱり狭いかなっていう感じがあるんですけど、その空間をね、こう上手に利用して作られてるかなという印象がありました。で、標準装備価格ですね、ハイエース版標準ルーフの GL パッケージで、2区か4区かガソリンかディーゼルかで値段の方も分かれてきます。でこっちはスーパー GL になってますね。で車両サイズとかエンジンとか、まあ、細かいことはですね、こちらの、はい、OMC さんのこのゼロのページで詳しいこと、細かいこと書かれていますので、興味のある方はですね、この辺を
じっくりとチェックしてみてください。こういう仮装ができますよとかオプションとかですね、いろいろ細かいこと載ってますのでこちらの方でチェックしてみてください。というわけで OMC さんのゼロのご紹介でした。